彼らの曲、b e ン o n サ Your Side は、そのプロジェクトのテーマソングとして起用され、その収益は被災地の子供たちのために使われる予定です。物語は、東京ドームで行われた戸部のライブコンサート中に起こった出来事から始まります。平野志陽がステージを降りる際に、彼は観客たちに向かって、死ぬなよと言葉を話しました。この一言は、彼の強い願いと特別な意味が込められていました。 このライブでの彼の言葉は、以前とは異なる意味を持っていました。彼は笑顔で、そして涙を浮かべながら、死ぬなよと観客に伝えたのです。この表現は、彼が大切な人々に対して安全であり続けてほしいという深い願いを表していました。また、ナンバー、愛、発災地の子供たちを支援するプロジェクトにも参加しています。彼らの曲、Beyond Your Side は、そのプロジェクトのテーマソングとして起用され、 その収益は被災地の子供たちのために使われる予定です。この曲には彼らの温かい思いやりと被災地の子供たちへの支援への熱い願いが込められています。Beyond Your Side の歌詞には夢や希望、そして現実の苦難を乗り越える強さが表現されています。平野志要やナンバーアイのメンバーたちは支え合い、励まし合いながら前に進んでいく姿が描かれています。彼らの音楽は 人々の心を勇気づけ、力を与える存在として、多くの人々に愛されています。この物語は、ヒラの資やナンバーアイの活動を通じて、音楽が人々の心を癒し、希望を与える力を持っていることを示しています。彼らの音楽は、被災地の子供たちや多くのファンたちに勇気や希望を与え、そして人々を一つに結びつける力を持っています。この物語を通じて、 私たちは音楽が私たちの心に与える影響や、人々が困難な状況に立ち向かう姿勢について考えることができます。そして、被災地の子供たちを支援するために私たちができることについても考えるきっかけとなるでしょう。音楽やエンターテイメントは私たちの日常生活において重要な役割を果たしています。それは私たちの心に希望や喜びをもたらし、困難な時には勇気や力を与えてくれます。 ヒラの仕様やナンバーアイの物語は、そのような音楽の力を象徴しています。彼らの活動を通じて、私たちは彼らのメッセージに共感し、彼らと共に歩むことができます。Beyond Your Side は、ヒラの仕様やナンバーアイの思いが込められた特別な曲です。それは人々に勇気を与え、支える存在となっています。彼らの活動や音楽を通じて、私たちも自分自身や他の人々を支えることができるかもしれません。 それは自分の夢や希望を追いかける勇気を持ち困難を乗り越えるための力を見つけることです。平野の史やナンバーアイの物語は彼らの成長や努力そして人々への思いやりが描かれています。彼らは自分たちの活動を通じて多くの人々に影響を与えポジティブなメッセージを届けています。私たちも彼らの姿勢や行動から学ぶことができるでしょう。この物語は ヒラの仕様とナンバーアイが音楽の力を通じて人々を支え、希望を与える姿を描いています。彼らの活動や音楽は、私たちに勇気や力を与えるだけでなく、社会的な課題に対しても目を向けさせてくれます。被災地の子供たちを支援するプロジェクトに参加するなど、彼らは自らの影響力を使って社会貢献を果たしています。この物語からは、音楽やエンタート、 アクテンーテイメントの力が私たちの生活においてどれだけ重要であるかを感じることができます。また、自分自身や他の人々を支えることの大切さや、困難な状況に立ち向かうための姿勢についても考えることができます。平野史洋とナンバーアイの物語は、彼らの活動や音楽を通じて私たちに希望を与え、勇気を鼓舞してくれます。 彼らのメッセージを受け取りながら、私たちも自分自身の夢や希望を追いかけ、困難を乗り越える力を持つことができるでしょう。